Hey guys, welcome to the show Anime Moments, where we don't just watch them, we comment on them. See if they're funny, see if they're rude, and all that other stuff. And two episodes ago, you guys enjoyed Kaguya-sama Love is War funny moments. So now we're gonna do more moments, because you know what? Love is funny. That's the title of the thumbnail, because love is hilarious. And especially in this anime. Like, I marathoned this whole entire anime. I mean, I missed one episode, but I technically marathoned it because I didn't watch any other anime besides that. But anyway, guys, hope y'all enjoyed this video. Subscribe, like, and comment to Abelrax and myself. And, yeah, let's sit here for the next 20 minutes and watch some Kaguya-sama and all that other stuff. In HD. でも断られたらと思うと、もう少し関係を築いてからの方がいいんじゃないかと。ちなみにその子と接点はあるか。バレンタインにチョコをもらいました。どんなチョコだ？チョコボール3粒です。俺は篠宮がどういう人間かある程度分かっている。篠宮はいつもこういう時、答えは犬。A dog. 正解です。正確に言うと藤原純喜が飼っているペス。さあ帰りましょうか。Yeah, her dog looks pretty cute. I'm not gonna lie. 帰るんだ、超嬉しい。彼にふさわしいのはこの私。ポジティブすぎませんか。 Yeah, that's thinking too positive. そんな、バカな。その通りよ。彼女たちの中からたった一人を選ばなきゃいけないなんて。あなたもバカなの。言語の壁を越えて親睦を深めるにはこれ以上の策はありませんですが、会長はどう思われますか。マリナージそうだな、うん、まあ、いいどういう風にすればいいのか。いいアイデア。ここに九段の女がいるとするだろう。はい。それをの方を見て心を落ち着かせよう。 Yo, are you sure you're calm? リアクションが薄いですね。やっぱり私はこういうのは似合わないみたいです。 No, it suits you very well. 藤原さんみたく可愛げのある人がするくらい良いのでしょう。と、突然壁に追い詰められ女は不安になるが、耳元で愛をさせようと、不安はときめきへと変わり、告白の成功率が上がる。この技を俺は壁ターンと名付けた。俺が名付けた。壁ドンです。それもありえつです。なんというか、はい、あましですね。ズバリ言うな。わかりきった。俺にこういうの似合うはずがない。うわ。ですよね。For this girl to you, well, you're cute. 内面怖そうだし、あと胸も。可愛いよ実際。美人だし、おしとやかで、気品もあるし、それでいて賢いとか完璧すぎんだろう。いやー、白宮、マジ最高の女。本人めっちゃいるし、気づけてよかった。中途半端なにやけが残っている。なんだ篠宮その顔は。俺の猫耳に文句でもあるのか。いえ、まさかそんなこと。とてもよくお似合いですこと。あの表情、虫を見る目。このぐらいです。最近ジメジメしてますからね。半袖になるだけでも快適ですよ。そうですね。I think you're looking at something else rather than the season. 近くで見るとなお可愛いな、畜生。顔の筋肉がこわばる一方じゃねえか。しかし、なんという似合い方なの。ダメ、また口が緩んで。Oh, like some type of horror movie! もっとにっこり笑ってください。
ください。どういうことですか？まあ想像してみてください。 OK。 おや、Yeah, yeah, hit those beats, bro. Fujiwara Shoki. NG ワードにオレッジがよく使う語尾を指定されてはたまらんよ。だから口調を変えているんだよ。残念だよ。Stop saying yo. Oh yeah, remember this weak boy that can't play sports? Because freak, this is terrible. Like, this is volleyball.You can't do that! That's impossible! No, you won't. You hit the back of your head. Shinomiya との買い出しは魅力的かもしれん。だが俺は自分の心情を曲げるわけにはいかない。藤原初期。ここからは本気でやらせてもらうぜ。That's not a special skill, that's just beginner. I love this character. He is my favorite out of this whole anime. Like, look at this! Like I said, this anime is funny. Love is fun. じゃあまずは問題点を洗い出してみましょう。何回か打ってみせてください。彼女はおそらく根っからのシリアルキラーです。目を見ればわかります。精度 6% 信じすぎじゃねえ。藤原先輩なんて僕よりも危ないです。時々人として見てない目で見られています。あれはもって2ヶ月といったところです。No, he's just mad at Chico. He's got a bigger stuff. 藤原さん。あの子私が育てたんですよ。どういう意味だ？ Alright, I'll be right back. ってほら。Okay, let's get back into it, cause... 手があると弓の剣が当たっちゃうんですよ。This is a great way to start. でも篠宮先輩のサイズなら何の心配もないじゃないですか。こんなんですし。ひしがみこんなです。後ろ後ろ。For a guy that is scared, he shows no bounds. やっぱり私は濡れて帰るしかないんでしょうか。私、教室に置き傘あるので、これ使ってください。Oh my god, you actually were close though. あれはただの衣装で、シノミアは誰も殺してなんか。大丈夫。助けて。かぐやさんに殺されちゃいました。やっぱり。晒し巻いてどうにかできるのは D カップまでらしいですよ。藤原先輩は確実にそれ以上あるでしょうから、藤原先輩が弓道をやった日にはもうビシバシですよ。ビシバシこんなですもん。こんな You show no bounds, but like you keep wanting to die. いいから、何匹なんですか？9匹くらいかな。これはあなたが欲しい子供の数を表しています。なんですけど、9人そんなに石神くん、Good job。 一番つまんないやつです。はいはい、シスコンですよ。I have a sister complex。 Great job。 僕は篠宮先輩に
ぞ、動けよ。これ恐怖の感情っぽいぞ。いつかゲラゲラ笑ってるかぐやさんを見るのが私の夢です。そんな慎みにかけることはしませんよ。いやいや、そんなこと言ったってかぐやさんだってうちのペスの芸を見たらきっと笑っちゃいますよ。すっごいんですよペスの陣地。何持って帰ってどうするんですか。まあ配ったり売ったりすりゃいいだろ。答えは Hey, take all these. かぐやさん、すみません、紅茶でむせてしまって。なんなのこれ。どうしてチンチンという単語を聞くと笑いが。CarMax will buy your car. Guess she's a fan of dirty jokes. I got a lot of those. おねた。藤原さんはそうやって私が欲しいものをすべて奪っていくんですね。強欲に。こういう人が地球を滅ぼすのは地球の中なんて恐ろしい。かぐやさんも一緒に行きませんか。 I love you。 そうだな、もっともだ。さすがだな。気づかれなかった。篠宮がオシャレしてる。もうなんで私なんかに興味ないって言うんですか。かぐやは性知識を身につけ始めた。だが教科書に載っていない隠語や暗喩に関してはまだまだ小学生低学年レベルの知識量。メスってずるいんですよ。メスある時だけチンチン大きくして、ない時はちっちゃいチンチンなんです。まあチカ姉はいつも通りだし、会計の人は陰キャっぽいけど親切にしてくれたし、篠宮副会長とはなんか緊張しちゃって、あんまり上手にお話できなかった。え？なんで？うるさいしね！藤原、夢叶う。藤原さん、やめてくれるわよね。やめるはずがない。親に対してくすぐりを覚えた子供がやめてと言われても絶対にならないのと同様、嬉しさに満ちた藤原がやめられるはずがない。楽しい。やはりまだまだですね。この結果も甘んじて受け入れますよ。嘘である。この女、目から血が吹き出しそうなほど悔しがっている。ここが公弁の場でなかったら地団駄を踏んで転がり回るところであったが、唇を強く噛んでそれを抑え込んでいた。もう私会長にチンチン出してほしいのに。は？かぐやさんが邪魔するから会長チンチン出さないじゃないですか。変態。そんなのここで出すわけないだろ。一体何を考えているんだ。師匠なのか、師匠なのか。そして、oh yeah, you got about him. 君が続いた。逃げようとする石神をかぐやは捕らえ続け、いつしか石神に反抗する気力は失われた。もうチンチン嫌。藤原さん、何か言ったら満足するの。これ以上チンチンでいじめないで。かぐやさんの反応が届きやすい。 Yeah, that does not sound great behind the wall. 何嫌よ。気がらわしいの口にしたくないわ。もう何回かチンチン口にしてるじゃないですか。ずっと青にならなければいいのに、みたいなことを考える。厳密には運転手を含めれば二人きりではないが、かぐや基準ではこれは立派なドライブデートに当たる。すなわち、ねえ、痛い痛いです。これじゃ私がデートに誘ってることになるじゃない。 You're hurting Chica。 一度も二度も同じですよ。本日の勝敗、藤原の勝利。その、ついてるんですか。あ、私もうすぐタクシー着くみたいです。あ、そうでした。どうすっかな。あれ、もしかして会長帰れないんですか。え、もうだったら途中まで一緒に。あ、外ピカッ
ってしましたよ。タグヤから見れば風で弱っているところにつけ込まれ動筋まで至ったのだ。多少の折板をされたのではという不安。もしされていないならそれはそれで腹立たしいという不満。音が聞こえないようにしっかり耳塞いであげますね。ありがとうございます。ついでに目も塞いであげます。なんでですか。さあこのままタクシーのところへ連れて行ってあげますね。怖い怖い。あ、でもちょっと楽しい。ショートケーキ言ってただろうが。よくもまあそんな昔のことを覚えててくれましたね。忘れるかよ。はあ、そうですか。そうですか。ちょっと鼻頭がかゆいので書きますけど、気にしないでくださいね。篠宮の考えを読んで篠宮を探せゲームの音が。あ、いたたたたたたた。いた。これいたすぎる。I mean, he sounded pretty cool though. Like, you have to lie. 黒歴史。鬼ですか。もっと私を大切にしないと、そのうち天罰が下りますからね。天罰だなんてまさか。特別祝ったりしないし、クリスマスケーキなんて食ったこともない。私はその話を聞いてちょっと悲しくなったんです。はあ。お前そんなこと思ってたわけ。はあそう、はあそう。っていうかおでこかゆい。ちょっとおでこかゆい気にすんなよ。OK。 上がりきったテンションで繰り出される恥ずかしい名言の数々。探せゲームの音がいつものに比べれば100倍簡単だったよ。今何時？結構長い間寝てたんじゃ。スピー。お、スピー。スピの喧騒から解放される時間ってのは必要だよな。はい、私も。これはいける。ハワイに行ってきますよ。はぁ、さっきのやはぁ、アスタリスク。石原さん、もしかして私をバカにしてるんですか。え、真面目に掃除しろ。藤原初期、海外もいいが、やっぱり国内もいいよな。夏はいろいろイベントも多いし。何言ってるんですか。え、受験は2年の夏が天王山ですよ。遊びにうつつを抜かしてる暇なんかありません。殺すんだな。ああ、石神くん邪魔するから。藤原さんも邪魔しないで。え、ねえ、どぼいじぜ。藤原撃墜。
りは8月24日だったな。スケジュールを開けておこう。そうですね、私も。Well, I bet you'll all have nothing to do. ダメです、そのあたりトマト祭りでスペインでした。急なバカ野郎、何回旅行行くんだよ。Anyway, guys, I now have to change the thumbnail because I found a better screenshot for my thumbnail. But anyway, guys, hope you all enjoyed this video. Subscribe, like, and comment to Albatross, Albarax, and myself. Have a great day. Have you ever watched Kaguya-sama Love is War? Or have you, like, finished it? Are you currently watching it? What episode are you on? What is your favorite moment in Kaguya-sama? And hopefully we'll get a season 2 because this anime is pretty freaking funny. And I love its just comedic and romantic value. And other than that, yeah. Goodbye, my fellow reactors.